ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-046 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-046。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-046 の周囲の土地は財団により購入され、フェンス、バリケード、基地的な罠を含む何層もの保安設備で囲まれています。また、一帯が私有地であることを示す標識を目立つように設置してください。SCP-046 に一般人が近づかないよう、一帯は常に厳重に警備されています。SCP-046 の周囲 50km 圏内で働くすべての財団職員は、命に関わる病気を患っていないことを確実に確認するために、厳格なメディカルチェックを受ける必要があります。さらに、自傷、自滅の傾向を顕在的、潜在的に関わらず持つ財団職員が、SCP-046 から 50km 圏内に入ってこないように、精神衛生検査が行われることになっています。いかなる傷を負った職員も、SCP-046 の周囲 50km 圏外に存在する病院へと避難することになっています。SCP-046 の近くの地域への旅行、あるいは SCP-046 そのもの、どちらかに異常な関心を見せたいかなる職員も、メディカルチェックを受けることになります。これらの収容手順へのいかなる修正でも、この文章に書き加えられる前に O5 司令部の承認を得ることになっています。適切な承認なしにこの文章を修正しようとしているいかなる職員も、降格され配置転換されることになります。説明。SCP-046 はケンタッキー州南西部にある捕食性の植物群です。SCP-046 は、2つの要素からなります。SCP-0461 は植物の大きな集団で、他の植物の派生種もいくつか見られるものの、主にアルバオーク、西洋ヒイラギ、ツキヌキニンドウといった土着の植物からなります。SCP-046-2 派 SCP-0461 の周囲の土地で、基準値から半径約20メートルに及ぶ円形の地域です。この地域が SCP-046 の主要な給餌地域です。SCP-046 は幻覚を見せて 50km 圏内の餌を自身の元に引き寄せる能力を持ちます。現在、その能力を無効化する方法は確認されておらず、その影響から逃れる方法は、SCP-046 の能力の効果範囲外への避難しかありません。潜在的に致命的な身体的損傷、または病気を患っている、あるいは自滅的傾向を誘発する心因性障害に悩まされている動物、人間を含む、は、SCP-046-2 へと向かい、その上に横たわりたいという強烈な衝動に突き動かされます。その衝動を実行した個体は、エシ性筋膜炎、人食いバクテリアと、メキシリン耐性黄色ブドウ球菌、MRSA による攻撃を受けることになります。その形状は黒カビに類似した菌類胞子で、対象を汚染し麻痺を誘発します。その後、対象は SCP-0461 の内部から出現する未知の昆虫に捕食されることになります。SCP-046 は影響を受けた個体、とりわけ人間のようなより大きな哺乳類の消化を経て栄養を得ているように見えます。SCP-046 が成長するかどうかは分かっていません。したがって、その能力についてさらなる情報が得られるまで、SCP-046 に餌を与えないために様々な手段が取られることになっています。これには、SCP-046 の影響下にある対象が SCP-046 にたどり着く前に終了し、遺体を別の場所で処分することも含みます。ここで一旦止めるぜ。肉体的、精神的に弱っている人を何らかの手段でおびき寄せた後、バクテリアや細菌を使い対象を動けなくしてしまう植物と、その内部から出てくる捕食性の高い謎の昆虫、そして植物の生えている周辺地域がセットになったオブジェクト、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。人の弱みにつけ込んでくる、厄介なタイプのオブジェクトだわ。そうだな。ただ、厄介さにも色々種類がある。ん?どういうこと?では、続きをどうぞ。ほい、046A。SCP-046 に影響された特定の職員が示す異常な効果のために、SCP-046 についての知識によってもたらされる潜在的ミームの影響の調査が進行中です。文章046-7への接触はレベル4以上の職員に制限されています。特別収容プロトコル。SCP-046 の周囲は複数のフェンスで封鎖し、私有地であることを表示してください。一帯は10人以上の警備員によって警備されます。SCP-046 についての知識を広く周知する予定はありませんが、致命的な病気に悩む職員は、
自滅傾向についての精神的検査の後に、SCP-0462 に立ち入ることを許可されるかもしれません。同様に、収容予定の D クラス職員はそのプロセスを容易にするために、SCP-0462 に接触させて良いでしょう。財団の脅威になることがないと判断されたため、SCP-0462 への一般人の接触が許可される場合もありますが、財団関係者の接触が優先されます。説明。SCP-046 は2つの要素からなります。SCP-0461 は、他の植物の派生種もいくつか見られるものの、アルバオーク、西洋ヒイラギ、そして月抜き人道といったいくつかの種の植物群を含む、高さ30メートル、直径5メートルの円筒形の地域です。植物の分子構造に異常な特徴は見られませんでした。SCP-046 には、SCP-0461 の周囲20メートルにわたる草地です。SCP-046 の異常な影響は、慢性あるいは消耗性の病気や怪我に悩む、人間を含む動物に主にもたらされます。SCP-046 の元にはそのような個体がしばしば訪れます。そのような人間は SCP-046 の元を訪れたいという衝動を感じたと証言し、しばしばこの地に夢の中で訪れたと報告します。心理的評価は、そのような個人が財団あるいは SCP-046 の特性を知らなかったことを示しています。この衝動を感じた個人は、その時点で SCP-046 から 50km 圏内にいたことが確認されています。これが SCP-046 が効果を及ぼすことができる範囲と考えられています。SCP-046 を訪れた人間は皆、SCP-0461 のそばで横になりたいという要望を口にします。SCP-0462 に入った直後、慢性的な痛みやトラウマに苦しんでいる個人は、その症状が鎮静または緩和し、消えたと語ります。SCP-0461 の前で横たわった個人は、体中から行儀芝が生えるのに続いて、そのほふく系によく似た剣に覆われ始めます。SCP-0462 は、対象に何かを強制する性質はなく、自発的に影響下に入った個人の意思のもとにその特性は現れるだけです。SCP-0462 に接触した個人は、彼らの体全体まで伸びきった草で見えなくなるまで会話することができます。SCP-046 の効果を受けているすべての個人は、安らぎと落ち着きを感じながら死ぬことができて幸せだと語ります。SCP-046 は、2時間以内にその効果にさらされた個人を完全に分解してしまうようです。その分解組織が何に使われているかは判明していません。ほい、0461。O5 司令部により、SCP-046 はユークリッドに細分類され、主要な文章は SCP-046 の捕食性を示すように書き直されることになりました。志願した対象についての記述も削除されることになります。説明は SCP-046 の不安定で致死的な性質と、その潜在的脅威を強調するように書き直されることになります。ほい、0462。SCP-046 に捕食性がある、あるいは SCP-046 が対象を強制的に誘引し、傷つけようとしている証拠はどこにもない。当初の収容プロトコルを再制定し、SCP-046 への自発的な接近を許容することを提案する。SCP-046 に接触後、財団の脅威になった対象は存在しない。すなわち、苦痛に悩む個人に対し、安寧をもたらすことを躊躇する理由は何もない。同様に、財団の管理下にあるものが全て危険であると思わせる必要はなく、この実態が現実より危険であると見せかけなければならない理由もない。ただそれが、奇妙だから、という理由で収容されなければならないものも存在する。SCP-046 主任研究員、エドワード・カーター博士。ほい、0463。SCP-046 の研究代表者であったカーター博士は、SCP-1250 プロジェクトへと移動になりました。ほい、0461は、O5 の命令のまま維持されます。報告書は以上だ。ああ、なるほどね。厄介さにもいろいろあるって、そういうこと。ああ、そうだ。SCP-046 の正体は、自らの意思で近づくと安楽死することができるオブジェクト、だ。危険と隣り合わせの日常を過ごし、心身ともに疲弊している人たちにその存在が知られてしまったら、どうなるかは簡単に想像できるな。財団職員のような人たちのことね。その通り。そこで O5 は、報告書の改ざんを指示し、その脅威動向とさらに強調することにしたわけだ。これで財団職員が好き好んで SCP-046 に近づくことはなくなったろうな。そうでしょうね。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。